小沢氏は今週中にも強制起訴される見通しです。当初民主党執行部は来週24日の国会召集前に小沢氏の政倫審出席を議決する方向で調整を進めていました。しかし野党側は小沢氏の証人喚問を求めていて、政倫審出席に関する協議を拒否しています。このため民主党は議決を強行すれば国会運営に影響するとして、召集前の議決を断念し、来週に先送りする方針を固めました。一方、当事者の小沢氏は昨日夜、鳩山前総理大臣、輿石参院会長と会談し、政倫審にはいつでも出る、しかしタイミングが問題だとして国会の情勢や民主党執行部の対応を見極めて判断する意向を示しました。